中山第2レースは3歳未勝利ダート 1800m16 頭です。1番ラインシュトラール、474kg プラス 4kg、 柴田義富 56kg。 2番グランサバナ、494kg プラス 4kg、 ペオバシュロ 56kg。 3番メイテソーロ、482kg マイナス 2kg、 戸崎啓太 56kg。 4番レオアメニティ、468kg マイナス 2kg、 岩部淳二 56kg。5番ビップスコーピオン、452kg マイナス 6kg、 柴田大地 56kg。 6番ラフト、456kg プラス 2kg、 石川由紀人 56kg。 7番三金アース、486kg マイナス 2kg、 秋山俊樹 55kg。8番ショートストップ、446kg マイナス 6kg、 西塚浩二 53kg。 9番インナーサンクタム、480kg プラス 14kg、 大野拓也 56kg。 10番オールアルミュール、512kg プラス 2kg、 小畑拓也 56kg。11番リネンマンボ、446kg マイナス 4kg、 原雄介 54kg。 12番は後ほど2ビートライン、472kg プラス 2kg、 田辺博信 56kg。 13番は今入場ビアスパークル、452kg プラス 6kg、 横山龍斗 54kg。14番ブレードキング、522kg プラス 8kg、 北村博士 56kg。 15番ビルドラポール、512kg 変わらず、長野武蔵 55kg。 そして16番北野クーベル、428kg プラス 2kg、 武士沢智春 56kg の騎乗です。12番トゥービートライン、472kg プラス 2kg、 田辺博信 56kg で騎乗します。以上の16頭立て中山第2競争3歳未勝利戦、発走までもうしばらくお待ちください。競馬第2競争3歳未勝利戦ダート 1800m16 頭で争われます。正面サンド右手枠入りが始まっています。奇数番号の各馬収まって偶数番号の各馬続々と馬体を収めていきます。今6番のラフトゲートの中を収まりました。2番のグランサバナが向かいます。芝ダート量の発表です。10番オールアルミュール、12番のトゥービートラインと収まって、あと1頭16番北野クーベル、これが最後です。16番ゲートに向かいます。北野クーベルが今ゲートの中収まって係員が離れます。スタートしました。ちょっとバラッとしたスタートです。内で1番のラインシュトラール、いいスタート。高ダッシュワイドから12番のトゥービートライン先頭に立ちます。13番ビアスパークル、さらに外から14番ブレードキングが3番手に上がります。内から6番のラフト、ソニーは8番のショートストップ、外から15番ビルドラポールがそれに接近、そのうち10番のオールアルミュール、5番のビップスコーピオンが馬群の中から、内には1番のラインシュトラール、外からスーッと上がっていくのが2番のグランサバナ。第1コーナーのカーブを迎えます。12番トゥービートラインが先頭、リードは1馬身、
2番手に13番ビアスパークルですが、ストから2番のグランサバナ、それに並んでいきました。4番手が2馬身差、14番ブレードキング、内から6番ラフトが並んで2コーナー、3馬身8番ショートストップ、1馬身半差、内から1番ラインシュトラール、外には15番ビルドラポールですでに向こう正面、直後に10番オールアルミュール、1馬身外から上がる3番メイテソーロ、それから16番北のクーベル、その後方2馬身差11番リネンマンボ、それから5番のビップスコーピオンがそれに続いて、それを内からかわす4番のレオアメニティ、後方2番手7番のミスカネアース、最後方9番インナーサンクタム、各馬第3コーナーのカーブを迎えます。先頭は12番トゥービートライン、リードは体半分ぐらい、2番のグランサバナ、13番のビアスパークル、さらには14番ブレードキングが4番手、ペースが上がって4コーナーのカーブに入ります。内から6番のラフトが上がっていって、3番のメイテソーロアスノースト、さあ第4コーナーカーブ3頭固まって400を通過、12番のトゥービートラインが先頭、2番のグランサバナが差を詰めて4コーナーから直線へ、そしてコーナーワーク最内からラフトが上がってくる、その後方からはメイテソーロ、さらに14番ブレードキング、さあ粘る12番のトゥービートライン200を通過、追って追って2番のグランサバナが2番手、その後は2馬身離れて3番メイテソーロ、14番ブレードキング、メイテソーロが3番手に上がって前を追うが、先頭は12番トゥービートライン、トゥービートラインゴールイン、2番手は2番のグランサバナ、3番手3番メイテソーロ、結局逃げ切りました。12番トゥービートライン、2番手2番グランサバナ、3番手が3番メイテソーロ、勝ち時計1分56秒4、上がり4ハロン51秒5、3ハロン38秒7でした。中山競馬第2競走3歳未勝利戦、ダッシュよく先頭に立った12番のトゥービートライン、結局後続を寄せつけず鮮やかに逃げ切りました。トゥービートライン、今日がデビューから2戦目、エスポワールシティ3区、鞍上は田辺博信騎手です。2番手2番のグランサバナ、追いましたが2番手まで、この2頭からは少し離れて3番手3番のメイテソーロ、今日が初めてのダートでした。メイテソーロ3番手、14番ブレードキング4番手、5番のビップスコーピオン5番手です。中山競馬第2競走ダートの 1800m 戦、12番トゥービートラインが逃げ切りました。1着12番トゥービートライン、2着2番グランサバナ、3着3番メイテソーロ、4着14番ブレードキング、5着5番ビップスコーピオンです。確定までお待ちください。エスポワールシティ3区のトゥービートラインキャリア2戦目、まあ、今日は花からの競馬になって田辺騎手見事逃げ切り勝ち、人気のグランサバナ前に詰め寄りましたけれども2着、そして初ダートのメイテソーロ向こう正面から追い上げて最後は3着に入りました。12番2番3番最終オッズです。3番人気1番人気2番人気の順です。単勝12番 6.0 倍、枠連16 4.4 倍、馬連2番12番 4.9 倍、馬単12番2番 13.4 倍、3連複2番3番12番 5.0 倍、3連単12番2番3番 39.8 倍です。確定までお待ちください。